しょ、終わった。はい。あ、どうも、おはようございます。ただいま10時前のパデモス協会でございます。というと本日は朝寿司でございます。実は昨日の夜に食おう思ってんけど、あー、これも捨てとけよかった。さっき食ってゴミ捨て行ってきたんですよ。今これも出しとけよかった。食べよう、昨日の夜食べよう思ってんけど、ゲームの、撮影してたらもう12時回っちゃったんで、昨晩は飯食ってません。食わなかったね、結局。なんで、まあ、もう朝のうち食べとこう思って。お迎えが来てるわ。よし。まあ昨日の夕方の寿司なんでね、大丈夫です。もうこれちょっともう買おうか。うま口醤油、ほんまこれあんま使いたくないけど、俺は出すのがめんどくさくて。入ってんのはホタテ、アナゴ、イカ、これアナゴかな、ホタテ、サーモン、炙りサーモンか、マグロ、イカ、普通のサーモン、エビが2個、タコ、アナゴ、卵です。というわけでいただきます。うまい。やっぱ手で食うのうまいな。今晩の酒動画もないです。昨晩食ってない。その代わり昼飯はもう一回取るから、どっちか日本にはなるのかな。今月末に予定していた予約してた人間ドックがキャンセルになりました。緊急事態宣言のために緊急事態宣言、先月もやっとったやろ、緊急事態宣言思ったけど。緊急事態宣言延長のためキャンセル。延期じゃないんですかって聞いてた。いや、一旦皆さんキャンセルさせていただいてますって。見込みが立たないんでって言われて。じゃあその病院行ってんよ、脳ドック。その日に電話かかってきた、タイミングも。で、俺は毎年キャンペーンに行ってるんですよ。キャンペーンの価格で。それどうなるんですかって聞いた。もう月も変わっちゃうと思いますんで、キャンペーンは対象外となります。ガビーン。普通に行くとめっちゃ高くなるんですよ2万弱高くなるんですよ。今年に限ってはせっせいな1年間を過ごしたから、検査結果見ときたかったんやけど、今年やめ。今年の人間ドックはもう中止です。ただ、
今までみたいな食生活でね、カップラーメンとご飯、ああいうのはもう減らすと6月から私は言ってたよ。はい、今行くんか。よいしょ、おいっ子とめいっ子でした。あの弟の方ね、妹が、妹のやリチビはずっとんやけど、バイトをね、するかと、バイトをで、するってで、そのバイトは何かと言うと、田んぼ行って、カエルとザリガニ捕まえてこいと。カエル1匹10円。ちっちゃいネタ5円。いっぱいおるから。で、ザリガニはこれぐらいのサイズやったら10円で買おうから。取ってこいっつって。カゴと網貸して、入れるもんと鍵貸して、今持っていきました。というわけでね、お手元協会、今年の人間ドックは中止になり、さっきも言いましたけど、6月から人間ドックの結果が終わってから、まあ、ちょっとマシな食生活にしようかなと思ってましたけど、行かないけども6月から切り替えていきますんで。というわけでお手元協会でございました。それにしても暑いね、夏だね。というわけでごちそうさまでした。またね。